新古都二神社は、北海道札幌市北区新古都二八条三丁目一の六にある神社。宇治子世帯数は3万3500世帯である。境内には、新古都二トン,ン兵中隊本部として使用されていた建物が1972年に復元され、資料館となっている。百八十七年五月二十日に、陸軍屯田兵不評第一大隊第三中隊が、 札幌の北に位置した琴似村新琴都に後に入植するが、間もなく、中大本部近くに新市が建立された。これが新琴都神社の始まりである。後に5月20日を例祭の日にちにしている。その後、1906年に奥殿が増築される。1913年に社殿が増営される。1925年に尊者列格となる。 1945年7月14日には空襲に備えて札幌飛行場から運び出された飛行機の一部が境内の林の中に隠された。境内には様々な理由で建てられた石踏みが集中しており、それぞれが帰宅歴史と文化の88線のうちに水辺と開墾の道、北、進化は進行とに麻生コースに選定されている。なお、 ナンバー39は石踏みではなく、新ことにトンレン平中隊本部に与えられている。詳細は同行ううを参照。このほか、中婚費と純国英霊の石踏みもある。ありがとうございます。